ホイシュレッケ10とは1943年から1944年にかけ、ドイツのクルップグルゾン社によって開発された、試作自走砲及び並走運搬車の名称である。本社の正式名称は 105mm ライクタ、フェルドホビツェ18、1L、28アウフアフェントラジャージェシュワガンイブブで、製造はドイツのマクデブルクで行われることとされた。このホイシュレッケは、 搭載、おろし下が可能な砲塔を装備し、おろした砲塔は、当地下として用いられるほか、砲兵部隊の装備として、車両の後方に取り付け、牽引できた。クルップ社は1942年から1943年に、かけて試作車を3両のみ生産した。ホイシュレッケは当初、砲合戦車の車体を短縮したものを使用して、生産されたが、後には、 フンメル自走法用に開発された、ゲシッツバーゲン4の車体に変えられた。ホイシュレッケ10の量産開始は1945年1月に予定されていたが、実行に移されることはなかった。s d k f z 1 6 5 1 9 3 9年9月末、クルップ社では、最初の現実的で自走可能な砲兵用装備を設計した。これは、 特殊用途車両165-1また SDKFZ165-1 と呼ばれた。SDKFZ165-1 は後のホイシュレッケと類似の設計だったが、砲塔を取り外し地面に設置することのできる機構を車体に装備していなかった。一連の試験の後、ドイツ国防軍は1940年1月の初めに SDKFZ165-1 を受け入れた。1941年、クルップ社は回収された方合戦車の車体を基礎とし、10.5cmF18-1L28 砲を搭載した試作車両を製造した。試作車両はより小型のエンジンである6気筒、マイバッハイ 1L66P を搭載し、これは、 出力が188馬力だった。200両の生産が発注されたものの、クルップ社では1942年の最後の4ヶ月に試作車を10両のみ完成させるに止まった。これらの車両は東部戦線に投入された。レフ1 8 4 0に合うフジェシュワガン3ーホイシュレッケの設計は1942年に開始された。 この時クルップ社は新式の自走法を構想していた。1943年、クルップ社は3両の試作車両を生産し、582,501から582,503の個別番号を当てた。またこれらは、ホイシュレッケ10もしくはホイシュレッケイブブの両方の名称で呼ばれていた。本社はクルップ社によって設計されていたが、類似の設計の車両が、 アルケット車とラインメタルボルジヒ車で製造されていた。名称は 105mmF18-40 に合うフジェシュワガン3-4である。この車両は1944年4月に準備が整った。比較審査ではラインメタルボルジヒ車、そこで統合戦車を用いたラインメタルボルジヒ車の設計にのっとり、車体を交代して利用することが決定された。 量産は1944年10月に開始するものとされたが、1944年12月には、車体の選定がゲシッツバーゲン4に変更となった。マクデブルグでの量産開始は1945年2月に意図されたものの、一両も生産されることはなかった。ナチスドイツの上級司令部は、ホイシュレッケの量産が必要とされる戦車の生産を混乱させるのでは、 ないかと考えていた。並走運搬車の製造のために必要とされる材料の量は非常に大きなものであり、クルップ社のような一連の企業は生産停止を申し渡された。大多数の並走運搬車は全く生産段階を出なかった。またホイシュレッケは走行並走艦であるハインツ・グデイリアンの興味を引いたものの、グデイリアンは戦車の量産を割いて、 これらの車両を開発する無価値。そこでホイシュレッケの開発は1943年2月に取り消された。車体側面後方に砲塔を取り外すためのクレーンが積まれている。ホイシュレッケの大きな特徴は取り外し可能な砲塔である。車体に装備された大型クレーンにより、コンクリート製の防御建築物や地上で用いるために砲塔を取り外して設置することができた。 本社の榴弾砲は、車体からも発砲可能だったが、本社は末砲場所へ砲兵装を運び、使用前には取り外すよう設計されていた。砲塔のない車両は弾薬輸送車、または回収車両として使用できた。試作砲塔は1 0 5 m、mm、m フ1 8 1 l 2 8を装備した。ただし、量産車両には1 0 5 m、mm、m フ4 3 l 28を装備することとされていた。ホイシュレッケの車体は、装甲板を溶接で組み立てており、走行圧は 10mm から 25mm である。また、傾斜走行は飛来する、重砲ビエの防護を、より効果的なものにしている。本社は、大きな弾薬庫を持つことで、輸送できなかった弾薬の損失を軽減し、補助するための弾薬輸送車の一種になっている。 原型の試作車両ではエンジンが12気筒マイバッハイ 1L90 であるが、量産モデルでは12気筒マイバッハイ 1L100 が選ばれた。一両のホイシュレッケ10のみが対戦を経て残ったと考えられている。唯一の残存車は当初アバディーン性能試験場で展示されていた。この車両は、他いくつかの第二次対戦時の自走砲とともに、 その場所から、オクラホマ州のフォートシルに所在するフォートシル、野戦砲兵博物館に移送された。2012年、フォートシルに本社が到着したすぐ後、兵団と装作業所のフォートシル委員会により、レストアが行われた。ありがとうございます。